ケネスリー・パイクケネスリー・パイクはアメリカの言語学者、人類学者、パグ・ミイミックス理論の創始者、イーミックとエティックという術語を考案した。パイクは1912年にコネチカット州ウッドストックで生まれた、ボストンのゴードン・カレッジで進学を学んだ。卒業後の1935年にキャメロン・タウンゼントが始めた聖書翻訳のための知に参加し、 その強い影響を受けた。1938年にはタウンゼントの命であるエブリングリセットと結婚した。メキシコでミシュテカ語の調査を行いつつ、1941年にはミシガン大学に音声学に関する博士論文を提出し、翌年学位を得た。音声学の研究は1943年に出版された。初期の研究は 音声学に関するものが多く、1945年にはアメリカ英語のイントネーションについて、1948年にはミシュテカ語の成長についての論文を出版している。1951年にはミシュテカ人と共同して、新約聖書のミシュテカ語訳を完成した。1950年代に入ると、パイクの興味は音声学から文法理論へ。 さらに人類の文化全般へと移行した。パイクは、オンロ論の概念を一般化し、ある文化に属する人にとって意味のある文化単位のことをイーミックと呼び、エティックと位の概念にした。1942年から1977年に退官するまで、ミシガン大学の言語学部に在職した。1961年には、アメリカ言語学会の会長を務めた。 1942年から1979年までの長期にわたって国際知るの会長を務め100を超える言語の分析に関して助言を行った。ありがとうございます。